はい、時刻は午後4時を回りました。6月27日月曜日、キャプテンにマカ長兄のお時間です。今日も生放送で56分までお伝えいたします。よろしくお願いします。はい、お相手はやらあゆみとキャプテンでございます。りです。そして今日もね、素敵なゲストにお越しいただいています。はい、自己紹介をお願いいたします。はい、旧姓菅で今は本木義恵です。あ大人の事情で早速なんか大宣言みたいなことしましたけれども、はい、彼女は、うん、菅から本木に変わりました。そうそうそう、はい、大人の事情でございます。大人の事情でございます。先週僕習いましたからね。そうそう、お二人にね、大人の事情、はい、全て大人の事情で解決をすればさらっといくと。そう、はい、だから僕も今日ね、いつもあなたのハートをキャッチしますよということで言いますけれども、はい、今日もさらっとキャプテンでございますと、はい、ねはい、ね、終わらせていただいた、うん、大人の事情で、はい、変わりましたんで。そうそうそう、あれなんか、はい、変わるときってほら2種類あるじゃないですか、はい、あの指輪が1個増えてあの変わるときと減って変わるときがあるじゃないですか。なるほど、ね、私は減ってるタイプなんです。先週その告白をね、あの吉江ちゃんがあゆみちゃんにした時、あゆみちゃん吹きましたからね。いやいやいや、咳込みましたから ね、 ね、はい、じゃあね、これから本木義恵さんということで、はい、皆さんぜひ覚えていってください、はいはい、今日もではよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日まずですね、はい、そこからのということではないんですけども。あのね、またニュースとかね、はい、話題で世間をちょっと騒がせておりますけれども、ね、はいはい、あの乙武さんの別居報道、はい、 そうですね、それについて ね、うん、そうですね、どう思いますか、うん、キャプテン。あの不倫ってね、乙武さんおっしゃっておられましたけども、はい、あの5人ぐらいって言ってたんですけど、うん、乙武さんね、5体不満足って本出してるぐらい、はい、要は手も、ね、足もない状態で不倫という形で、これはちょっと普通の不倫とはね、うん、ちょっと形が違うんじゃないかなと、はい、ちょっと介護というか、うん、あ、やっぱり女性集まってきてるね、相手の女性の方々もですね、うん、まあ、事前奉仕活動というかね、うん、そういう感じで来られてるんじゃないかなって、僕もあんまり想像がつかないんですけど、うん、一般の不倫よりはちょっとドロドロしてないんじゃないかなって。そうですね、うん、ちょっと形がね違うような感じもしますけど、うん、はい、で奥様ね、だいぶあのその後の講演会とかでも、うん、皆さんがおっていうようなね、まあ旦那さんをまあこう、まあ、自虐しながらね、はい、自虐っていうのではないですね、うん、まあ、まあ、悪く言わないようにね、うん、上手にされてて、結構みんなね感銘を受けたということで言ってたんですけど、やっぱり3ヶ月持たなかったですね。一度そういうことがやっぱりあるとね、うん、人間中のなかなかね、うん、はい、ちょっとまあ信頼関係というか、うん、ね、信用問題というか、まあ、いろんなところがまたね出てきだして、ね、ちょっと許せない部分が奥さんからしたらあったんじゃないかなっていうのがありますけれども、うん、女性のお二人からしたらどんな感じですか。やっぱり乙武さんみたいな方と逆にまた結婚されてた場合にですね、はい、そういう不倫をしてたというふうに、まあ、分かった時っていうのはやっぱりどんな気持ちになりますか。そうですね、やはりもう裏切られた感じっていうのはあるんじゃないですかね。うん、でも、うん、あの奥様はどうも報道される前にちょっと感づいておられたかなんか、知られておられたみたいなんですけどね、実際で、まあ、あの業界の中では乙武さんがそういう、まあ、女の人と、複数の女の人と不倫をしているっていうことは、まあ、結構周知の、はい、出来事というか、はい、事実やったらしいんでね、どうされるんでしょうかね。奥様も別居されてるということなんで、今スタッフの方と あともう一人誰かな、うん、まあ、あのなんかご自身のお母様とかにもかな、はあはあ、あの介護というか見てもらってっていう感じですよね。あ、そんな感じで言ってましたね、うん、まあ、心配というかね、うん、まあ、結局離婚になってしまったらね、乙武さんもあれね、政治家、うん、あの政治で立候補する言うたでしょ、はい、あの途端に出てるでしょ、うん、ニュースが。堀エモ門さんも言っておられましたけど、そういうなんか見えない圧力というか、うん、裏の事情があったんかもしれません、うん、もう結構さっきも言ったみたいに周知の、ね、はいはい、話だったから、うん、それが表沙汰になってなかっただけでね、うん、なんでその選挙の時期 に、 確かに、ね、立候補しようかっていう時にね、うん、どうなんかなって。僕ちょっとあゆみちゃんに聞いてみたかったんですけど、まあ、NHK はそんなことないんですけど、はい、民放のまあ横のつながりとか、ご存知かもわからないんで聞きたいんですけど、うん、やっぱりそういうなんかあるんですか、そういう。あ、どうなんですかね。別にそのね、報道、うん、というかもう別に芸能報道っていうわけじゃないので、全くねそういう世界というかあんまりわからないんですけど、でもなんかテレビで見たにはその
あえてその今そういうのが話題というか、あの盛り上がってるから、そういうところをのなんていうんですかね、あの怪しいようなところとかをどんどんつついていき、いくみたいな話はしてましたけどね。まあ、この間先日ね、イチローが4258本ですか、あの、はい、アンダー打って、うん、まあ、脚光浴びてましたけど、イチローもいろいろありましたからね、渡米する前に。でそれはあって、皆さんも周知して、マスコミでも周知してるんですけど、それを出すとイチローがインタビューに答えてくれなくなるから、あのもう出さないっていう、実際の裏話の中では結構イチローさんも不倫が実際あって、あの、はい、あの、それも人妻と不倫されてて、でその人妻の相手の旦那さんに、あの要は2000万ぐらいですかね、あの慰謝料払って、でアメリカ行ってるんでね。ああ、それは知らなかったです、はい、だからプロ野球業界ね、プロ野球の方なんかはもう周知ので、まあ、SM のクラブみたいなところにも、はい、彼はすごく好きで行ってたみたいで、なんか想像ができないですけどもね、はい、そうなんですよ、だからみんなそうでしょ結局、そういうどうていうんですか、イメージというか、であれなんですけど、やっぱ裏はありますよ、あの松下幸之助さんも愛人がいらっしゃって、あの、まあ、亡くなられた後遺産相続で9億円ぐらい愛人さんが持って行っておられるので、だからやっぱり光があればやっぱりどこに何でも影がありますんで ね、はい、まあね、だ、表になるでしょうしね、またね、まあ、ちょっとあの皆さん引くような話になりました。いやいやいや、なんか一郎さんのことはちょっと意外でしたね、はい、もうスポーツマンっていう感じのイメージだったので、クリーンな、で僕もっとここでは番組では言えないことは後であのしますけども、相当なんかあの皆さんが引くようなプレイもされてたみたいなんで、これは、まあ、別のプレイプレイですね、はい、大人の事情のまあ、ご想像にお任せしていただいて、Dはいかがですか、その乙武さん報道は。なんかそのニュースとかで見るのは、この不倫がきっかけというよりかは、なんかもう奥さんはちょっと介護的なものでも疲れていたみたいなのをちらっと見たんですけど、ってことを考えると乙武さんはこう介護してもらってたのにもかかわらずそういうことしてたんだなみたいなのはあります。そうですよね、はい、なんか感謝の気持ちというか、はい、とかをちょっと忘れてというか、はい、奥様からしたら、なんかもう、はい、恋愛感情じゃなくて、その人間的なもので乙武さんのことをこの愛してたはずなのにみたいなのがあったんじゃないですかなと思って、確かに人間性に惹かれたからこそ、こうやってもう介護とかそういうのもね、いろいろなことを超えて受け入れたりとかしてたのに、そういうことをされてたらっていうのでね、確かに奥様としてはね、本当になんかちょっとね、やるせない気持ちだったと思いますけどもね。いやね、そうですね、いろいろ。よしえちゃんなんかどないなのよ。いや、私は思うんですけど、まあ、例えば、はい、まあ、乙武さんの場合は体がねちょっと不自由っていうことじゃないですか、で体の部分を補うのが奥さんだったじゃないですか、だけどじゃ あの五体満足でも心とかがね、やっぱりちょっとほら、性格的にこの人難しいなとか、そういう、こういわゆるほら変わったダメンズって言われるような人を支えたい女の人もいるじゃないですか、だから乙武さんの場合は体だったけれども、で心がやっぱりこう貧しいというか、でそういう人をまた支えたい女の人もいるじゃないですか、だから今回乙武さんはその体がまたあれで、特にまたフォーカスされてるけれども、でもじゃあ心の面とかでやっぱりダメンズにもう捧げてしまう女の人もいるじゃないですか、そうしたら乙武さんが特別介護っていうか、そういうね、あれだからどうとかとかいう問題じゃ私は個人的にはないんじゃないかなって思ってる、確かに、だって体はそれでほら物で解決するとか、力を使えば解決することもあるけど、心とか考え方ってもうね、どうしようもないところもあるじゃないですか、そこを補いたい女の人もいるから、もうどっちがどっちがっていうことはないような気がして、だからまあ結局傷ついたねのは、まあ誰がどういう形であってもね、まあ事実なのでっていうところでね、そうですよ ね、本当にね、乙武さんその体の部分でちょっとフォーカスされたけど、私はそれはどっちかっていうのは言えないんじゃないかなって思った、です。そうかそうか、ね、じゃあまたね、これからもね、どういう感じで行っていくか、ちょっと見守りたいというか ね、そうですね、皆さんでちょっとね、見ていきたいなと思います、さて本日のテーマなんですが、テーマは車
ということで、はい、もうキャプテンも大好きな車でございます。もう男性はね特にねもう車が大好きという方多いと思いますけれども、うん、皆さんからのメッセージもお待ちしております、はい、思い出の車だったりね乗ってみたい車など何でも結構ですので、はい、どしどしお寄せください、はい、メールアドレスは797@fmkinowan.com 797@fmkinowan.com でございます。お願いいたします。はい、車ということですけれども、はい、もうキャプテン車の話いっぱいあるんじゃないですか。そうなんですけどね、うん、僕が一番最初にね乗った、まあ、忘れられない車がねカローラレビンというトヨタの車があるんですけどね、うん、はい、まあ通称トイチのレビンっていうんですけどね、うん、まあ86とかあのイニシャル D とかいうアニメで、うん、86のレヴィンとかねトレノとかいう、うん、まあ、シリーズの後継になるんですけど、まあ、86の後92があってでトイチっていう形で、うん、であの、なんだビーズの裸足の女神っていうね、うん、音楽が、まあ、CM ソングで、うん、CM もレヴィンは流れたことがあるんですけどね、うん、その車に非常に思い入れがあってね、うん、1600cc のスーパーチャージャーというね、うん、あの皆さんはターボはご存知だと思いますけど、はいはい、スーパーチャージャーってまた別なんですよ、うん、あのいろいろエンジンの種類はあるんですけど、うん、まあ、ターボっていうのは2000回転以上ね、うん、してから、まあ、かけてから以上になってターボがかかるんですけど、うん、スーパーチャージャーっていうのは0から要は1でもあったら同じターボの、うん、まあ、要はパワーが得れるんですね、うんうんうん、あのジェット機のエンジンの、はいはいはい、まあ、あの小さいバージョンと思っていただければ、うん、ジェット機はあの低速 のターボなので、うんうんうん、あのあれなんですけどなかなかねこう日本のこの、まあ、要は信号が多くて何回も止まったり発進したりとかする、うん、日本の道には非常に合っているスーパーチャージャーっていうのは、はい、ターボみたいなもんなんですね。なるほどね。今やったらアウディとかがねスーパーチャージャーのやつ、うん、エンジンがあります。トヨタはちょっともうスーパーチャージャーやめてるんですよね。あ、そうなんですね、はいはい、燃費悪いんですよ、うん、低速のターボなんで。なるほどなるほど、はい、うん、思い出の車とかってあったりします。うん、思い出、まあ、それは一番どう言ったんですか、うん、思い出というよりもまあ印象があったんですけど、一番最初に買ったということで、最初に買ったという、うん、まあ、まあ、思い途中はあれですね、一番思い出があるのはチェイサーのツアラー V という、まあ、2500cc のターボのやつがあるんです、はい、皆さん改造車乗ってる人とかね、うん、そういう方は皆さんご存知だと思いますけど、うん、車体価格が確か450万ぐらいするんですが、うん、僕は改造費に600万かけてました、ね、でた、まあ、要はいろいろあるんですよ。ブレーキ変えたりとか、まあ、コンピューターって言ってね、まあ、エンジンコンピューターっていうのはいろんな車にはコンピューターが入ってるんですけど、うん、エンジンコンピューターも変えて、でインタークーラーとかタービンとかを変えまして、うん、で、通常でしたら280馬力なんですけど、はい、485馬力までアップしてですね、乗ってたんですけど、それにはお金をかけましたね。すごいですね、はいはい、まあ、思い出の車とそれですね、はいはい、なるほどね、はい、じゃあ自分のオリジナルな感じにしてっていうことですよね、改造とかして。そうですね、まあ、いろんなメーカーあるんですよ、はい、HKS とかね、ブリッツとかね、いろいろあるんですけど、はい、まあ、それを組み合って僕が好きやったのは HKS なんでね、はい、あれなんですけど、まあ、要は皆さんあのドリフトやったりとかする車あるじゃないですか、はいはいはい、まあ、あれとはまた一線を画して、僕はあのハイパワーの要は直線番長というふうに言うんですけど、あの要は直線を、まあ、こう高速でもね、はい、スピードをどこまで出すかと、まあ、04みたいなもんですね。なるほど、はい、うんうんうん、まあ、ね、そういうね、でも早速ツイキャスからセブンさんですね、ラジオネームセブンさんから86だとかってきてますね、うん、あのレビンとトレノというトヨタ車のね、うん、車がありましてね、うん、はい、セブンさんは私ハンダーシビックが大好きです、ワンダーシビックが大好きです、うん、あのね、すごい一世風靡したんですよ、うん、昔僕が20歳ぐらいの時にね、あのすごくそれであの足回りというか固めたり、あと中にロールバーって言ってね、時々見ませんか、後ろの窓からこう、うんうんうん、ロール、あの鉄のバーが入って、あれはね、なるほど、車の居住性を良くして、うん、要はカーブとかになってもこう横にぶれないように、ーロールしないようにしてるんですけどね、あ、じゃあ安定感があるというか、はい、まあ、でも乗り心地は非常に悪くなります、うん、まあ、あの横の乗ってる女性とかはもうあのお尻が痛くなって地になりますね、怖い怖い、はいはい、なるほどね、はい、ワンダーシビックは大好きとね、シビックは一世風靡しましたからね、うん、はい、うん、D はなんか車
のなんかエピソードとかってあったりするんですか？昔、はい、小学生ぐらいかな、車すごい好きで、一時期ちょっと整備士になりたいなとか思った時期とかあったんですけど、その時は父親、もちろん運転できないんで父親にそのディーラーに連れてってもらって、ちょっと試乗したりとか、とかカタログ見ながらこんなのに乗ってみたいなって思ったことあります。あ、そうですか。AKB さんなんかイニシャル D のパンダトレノの86に乗ってたけど、あの時たまね、あの同じ真似した車あるんです。藤原豆腐店ってね、書いて、あのパンダトレノって白と黒でやって、あのまあヘッドライトがこう上に開くんですけど、まあ、あれはね本当にあの土屋圭一さんっていう方、あのレーシングドライバーの、あの方が自分の趣味の自分の自己所有の車で86を2台乗り換えてるぐらい、あの性能が、まあ性能というか、あの要は山を攻めに行くっていうんですけど、ドリフトしたりとか、そういう峠を攻めに行く車には非常に適している。はい、パンダトレノ今あれですよ、もう25年落ちかな、20年以上落ちで、25年落ちでも100万超えてますからね、中古車市場で。あのそれだけあの現在してるね、要は部品とかが特注になるわけですよ。もうあの生産トヨタはやめていくので、10年超えると、じゃあなんか貴重というか。そうですね、僕のあのアリストご存知ですよね、今度あれもあの前のあのまあ、ブレーキのパッド、まあ、あの純正はあるんですけど、まだ製造してるんですけど、 TRD って言って、あの要は トヨタテクノクラフトっていう、ちょっとあの、まあ、ブレーキがよく止まるやつの、まあ、パッドはなぜか後ろは製造してるのに前は製造してないということがこの間発覚しまして僕はあの TRD 入れてるんですけど、前がないので別メーカーになりましたね。なるほどね。はい、そういうね、古い車はまたこれがあの要は製造中止との戦いなんですよね。はい、でも他の、まあ、車やメーカーさんあるでしょ、ブレーキパッドやブレーキパッドのメーカーさんがまだそういう、まあ、要は、トヨタが製造やめてるやつをわざと作ってくれて、まあ、もうより良いパッド、それがまた探すのがいいんですよ、恋人に出会う感じでね。なるほどね。はい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 、それもまたタイミングだったりとか縁みたいなね、探すのがまた面白そうですね。そうなんでございます。もうオートバックス、先週来ていただいたオートバックスの行くと僕はもう1時間ぐらいあのそのメーカーを探しまくって、こうカタログでねこうやって、はい、それが楽しいです ね確かにね。でいいパッドと出会えたらね、いい出会いがね、はい、なるほどね。なるほどね。はい、吉江さんどうですか？私あのうちの父親はもうずっとトヨタのカローラ1本で、はい、私車全然詳しくなくて、はい、車ってトヨタのカローラしかないと思ってたんですよ。あ、じゃあそれぐらいもずっとそれ一筋で、トヨタのカローラっていうものだと思っていて、あと、うん、の車はトラックとかそういうっていうぐらいのレベルしか知らなくて、そうなんですよ。でもあの広島ね、私大学行ったんですけど、はい、そしたらもう広島はマツダがねあれなので、みんなマツダ車なんですよ。そうですよね。でその時にたまたま大学時代の時にお付き合いしてた彼が、はい、RX7 っていうねスポーツカー乗っていて、セブン高いからね今でも。でそのスポーツカーにそのレカロシートっていうね、あの特殊のシートを乗せて、僕もつけたことありますよ。そう、はい、であのそこから車って面白いなと思って、それから車すごい好きになりました。なるほどね、うん、レカロって知ってるな、知ってる、あゆみちゃん。わかんないです。ドイツ製のな、はい、あのシートで、腰とかあの人間工学をでちゃんと研究されて、腰が痛くならないんですよ。あ、こう包み込まれてるみたいな。そうで、あ、もう座り心地が本当に。で F1 とかのシートはレカロなんですよ、でハンドルはモモステって言ってね、モモって言うんですけど、あのなかなかいいんですよ。でもカローラはね一番流行ったからね。カローラ、ね、確かにみんな知ってますもんね、カローラだったらね。またセブン乗ってたって、今でもセブンまた150万ぐらいするからね。セブンは高いですね。あで、あのマフラーから火が出るからね。そうそう、あのほんまにエンジンかけてパンパンっていう、バックファイヤーっていうんだけどね、あれはまたかっこいい。いいあの ABS で売ってる150D どう？詳しいな。いや高い、はい、高いか出し切れない。なるほどね、盛り上がってきたところで、では、オープニングナンバーかけましょうか。はい、はいはい、ではキャプテンのリクエストですね。そうですね、ロビン・サンダーのインディスカントリーということですね。はい、F1 のね、はい、エンディングテーマで使われてたんです、長いことね、はい、また、皆さん懐かしいと思いますんで、車好きの方はね、はいはい、ではどうぞ。この見方が全然わからない。あ、これそうそうそう、どこが目安でね、これかなんかその残時間がこの音楽プラス、あの CM
これ CM のタイミングはこっちで調整するの でプログラムの関係上目安として何時ぐらいに CM 入れますよって登録しないといけないんですよ。それが4時10分なんですよ、ね、でこの今カウントは4時10分からもう10分と16秒増えていってますよっていう、うん、ああそうか、4時10分まではどんどん減っていくんですけど、4時10分を越したあたりから増えていくんです。あ、じゃあこれはあんまり見ないというか見てもあれなんだ。じゃあそうです、2回目の CM が開けた時から注意してもらえれば、うんうん、そしたらなんか30秒とか出るもんね。あ、そうです。で一応この4時20分34ぐらいはね分かるけど、そこがね今確かに時計の時間だけ見ていただければ大丈夫です。2回目の CM が、はい、開けた時のカウントダウンが番組終了まで残り何分ということになるので、最初は時間だけ気にしていただきたい。なるほど、ようやく分かった。セブン、うん、セブンに乗ってたって赤の、うん、黒、あ FD、うん、FD の黒の、うん、赤か黒やもんな、うん、FD 赤乗ってる子多いけどな、うん、黒のスポーツカー、あのロータリーエンジンって言って、うん、セブンは独特特やね、うん、あの要は普通やったら 3000cc ぐらいのエンジンで出るようなパワーを半分ぐらいの、うん、要はエンジンで、うんうん、で同じようにパワーを出すから特殊やねん。あそうせやけど、ね、めっちゃメンテ大変やねん。あなるほどね、うん、すぐに止まったりとかするから、うん、ちょっと管理が、うん、管理が大変、うん、D なんか FD とか似合いそうだよ。もともと整備士になりたかったとかいう興味のある子が乗るとおしゃれ、うんうんうん、RX8 とかな、うん、あ乗り換えたもんね。乗り換えた、うん、でも高いよな、ええ、車はな乗ったらええけど維持費が大変。うーん確かにね、セブンは金食い虫ですねってエコザイルさん。そうなんですよ、そうそうそう、おにぎりエンジン、そうそう、皆さんよくご存知ですか。日本は赤黒の86トレノ、うわーすごいな、ね、うちの妹トレノ持ってたやん、86の、かっこいい、うん、いやあのあれね、あの親父が20万円ポッキリかなんかで買ってきよって、一番最初に免許を妹が取った時に紺のトレノを買ってきて、すごい20万円ポッキリがボッコボコに当ててたけど、でも20万円ってね、すごいですね。いやもうその時でもだいぶ古かったもん、もう10年、10年じゃん、7、8年落ちかなんだ、ね、そやね、セブンは金食い虫なんですよ。エイトの方がでもややこしい。エイトはややこしい。ややこしいね。あエンジンあのあミッションやったらな、はい、エンストしたら長いことエンジンかからへん。かぶってまうね。エンジンかかる。そんなん困るよ。エンストしただけでもう車動かんようになるから。怖、えー。えぐいね。すごい。メールとかで来てます。特に。大丈夫だよ。国産派か外車派かっていうやつをやる。そうそうそう、セブンは 1300cc くらいで500、セブンは1000、そうそう 1300cc くらいで500オーバー叩き出すから化け物、うん、あれ500馬力ってで俺の乗ってるあの LS の600で速いからな、あれで480馬力やへー、あのちっこいセブンで、うん、500あったらもうそれはすごいよな。その改造とかも必要やけどね、あのロータリーエンジンをどんどん、あまたそれもメンテ大変やねんけどな、3級最低でも3級の整備士持ってるやつじゃないと思ったらえぐいことだな。
時刻は、4時25分を回りました、はい、キャプテンにマカチョウケ生放送でお送りしております、はい、お相手はやらあゆみとキャプテンでございますよD ですはい、そしてね今日はね、はい、はい元木よしえで す、はい、お願いいたします。この4人でまた、ね、びっくりしましたよ、いつもと違うパターンで今日どうしましたあゆみさん、2回目もね行ってこうかなというふうに思いまして、あそうですか、あ、はい、焦りましたよ僕あれと思ってはい、今日はね、本日のテーマ車ということでお伝えしております、うんはい、皆様の思い出の車だったり乗ってみたい車など何でも結構ですの で、 そうです、ね、どうぞメッセージお寄せください。お願いします。アドレスは797@fmkino1.com、はい、797@fmkino1.com でございます、はいはい、ツイキャスも続々と来ておりまして、はい、ゴザイルさんはセブンは金食い虫ですねとか、はい、自分は赤黒の86トレノに乗っていました、ね、えかっこいいですね、やはり皆さん男性ね続々と来てますけれども、ねうん、セブンは 1300cc くらいで500オーバー叩き出すからバケモンだねということ。そうなんですよ、はい、今あれですよ、先日ね、たまたま、うん、GTR を見て新型のね、うん、すごかったですけどね、うんうん、やっぱ車っていうのは皆さん男の人は ね、 ね好きなんでしょうね、うんうん。でね、これも聞いてみたいなと思うんですが、車に乗るなら国産派か外車派かということで、うん、皆さんのね、うん、意見もお聞きしたいなと思います、はい、D は国産派、うん、国産派とかもう外車派かっていう以前に外車に乗ったことがそもそもないので、うん、比較ができないんです、うん、憧れとかあるんですけど、うん、だから国産派か外車派って聞かれたら、まあ、国産しか知らないと、うんうんうんね、私もそうなので、はい、ぜひキャプテンにその違いというか、うん、それぞれの魅力っていうのを教えてもらいたいなと思うんですが、国産派の、はいまあ、魅力、うんはい、故障しません、うんうん、まあ、今いろいろリコール出てますけれども、うん、ちょっと何万台に1台か2台出たらリコール出すんですよ今ね、うんうん、一時期三菱の不正もありましたし、はいはいはい、いろんな不正がありましたから、まあ、一番故障しにくいのは国産ですね、はい、やはりもう日本製っていうのがもうそれはもうちょっとそうですね、うん、一番日本人が細かい作業とか、まあ、精密機械のことにかけては長けてるということですよね、うんうん、でやっぱり外車っていうのは故障がしやすいです、うん、もうちょっとした電気のランプとかがつかなくなったりだとか点滅したりだとか、うん、そういうことは多々ありますね。あ、そうなんですか、はい、だから一番外車で壊れやすいというか故障しやすいのは BMW ですね。へ、まあ、そのシリーズによるんですよまあ、ベンツもそうなんですけど、うん、まだ下のクラス、ベンツやったら A クラス、B クラス、C、E グラ、まあ、E もちょっと AMG とか、まあ、あるんですけど、うん、それになるとちょっと故障しやすいんですけど、うん、それぐらいまでは故障しませんけど、それ以上のクラスになってくると S クラスとか E クラスになってきた、うん、まあ、BMW でいうと 5シリーズ、うん、7シリーズっていうのはだんだんこう上がっていくごとに高いのに壊れやすくなる。へえ、どういうところから壊れていくというか、まあ、うん、2個ぐらい前のベンツの一番最高級の S600 っていうのがあるんですけど、よく高速でオーバーヒートしてエンジンから火吹いたりとかね、怖い、要はね、6000cc のターボやったりとかね、はあはあ、するんで、もうすごいパワーがある車で600馬力以上なんですよ、まあ、数値がね、カタログ数値が、うん、となるとやっぱりね、どっかに負担がかかってきたり、その天候だとか、はい、そういうことでだいぶ変わってきたりとかするんでね、はい、で一番今のところ外車でも壊れにくくて、うん、まあ、性能も良くてデザインもいいのはアウディです。あ、なるほど、アウディが人気ですね、はい、アウディは一番上のクラスになっても壊れにくいですし、うん、一番上のクラスはターボではなくて先ほど申し上げたスーパーチャージャー、うん、3000cc のスーパーチャージャーでね、なってるんでね、まあ、壊れにくいと。じゃあキャプテンからしたらどっちかつけるとしたら国産派か外車派か。そうですね、うん、まあ、ベンツにも BMW も好きで乗りたいですけれども、うん、経済的なことを考えればレクサスが一番いいです、はい、やっぱレクサスはトヨタなので、はい、ただレクサスも僕の乗ってる LS600 っていうのは改造とかちょっと変にいらうと、うん、故障したり、結構トラブルは意外とあるみたい で、 あ、はい、で、レクサスのユーザーさんなんかでも国産やから壊れへんと思ったって買ったのにって、新車で買ってどっか調子がおかしいとか、やっぱりそういうことはやっぱりあるみたいなので、はい、まあどうせ高級車を買ってね、うん、まあ
まあ、ベンツ BM 買うよりもレクサスですね、うん、なるほどね、はい、エコザイルさんからは自分は断然国産派と来てますね。いやそれが正しいと思います。あの86とか、うん、あのマツダのね RX7 とか乗ってった方は日本車のそのね、エンジンの良さとか、うん、まあ三菱でもランサーレボリューションとか、うん、あスバルで言ったらインプレッサーだとか、うん、あそういうエンジンの良さ、まあ、あれは対向エンジンなんですけどね、それを知ってる方はやっぱり外車のパワーばっかりよりもやっぱ足回りも全部洗練されて計算された、うん、まあ、GTR なんかそうですよ。日産の GTR なんかはもうあれより速い車は国内で、まあ、要は世界であまりないというふうに言われてるんでね、研究費用がすごいかかってるんで、ね、なるほどね、うん、AKB ファンさんからは外車免許取り立てでベンツの E クラス中古買ってガソリンが高い時やから乗らんようになった、うん、っていうことですね。あの吉江さん E クラスに乗り換えたんですすごいですね。RX8 からね。私あのもともと RX8 に、はい、あの初心者マークつけて乗ったんですけど、でもあの8はさっきもあれだったんですけど、あのいきなりねあのパワーステアリングが切れて重捨てになるんですよ。あハンドルのね。そうそう、怖い。もうだからもうハンドル切れないぐらいもう本当に重たくなって、でそれ結構頻繁なんですよ。でも8はよくそういうパワーステ切れるというのは、うん、結構ある事例らしくて、うん、で整備士さんもそういう8とか7とか詳しくないとなかなか対応できないっていうのがあって、うん、ちょっとやっぱり難しいなっていうのがあって、うん、でその時にあのベンツ、うん、いいよっていうことで教えてもらって、うん、で E クラスに乗り換え、最近乗り換えてそうそうそう、乗り心地いかがですか？あの最高ただあのガソリンとかね、やっぱりあのそれぞれのやっぱり良さがあるなと思って、はい、今までは断然も国産派で、はい、私あの車のことは好きだけど、うん、自分で直したりができないので、うん、すぐにねやっぱり持ってってすぐに直しやすい車とか、うん、部品とかもやっぱり外車って一回壊れるとなんかその替えの部品がなかなか、うん、ちょっと取り寄せ、うん、そうそう取り寄せて大変っていうイメージがあったので、ちょっと外車はで値段的にもね、はいはい、高いのでちょっと難しいなっていうイメージがあったんですけど、うん、ただやっぱりその良さっていうか乗ってみるとベンツの良さというか、うん、もうあなんか安心感というか半端ないですね。安心感があるんですか、乗ってて。そうあのね、なんかドアとかもすごい重たいんですよ。で重たくてあの私結構ぶつけるですけど、そう駐車の時とかですか？駐車の時とか、うん、結構ねガリってしまうんですけど、はいはい、なんかあの守られてるからっていう、なんか重厚感がありそうですよね。だちょっとだけ、うん、あのぶつけたりとかしても そんなにね、そうあのフーフーしとけば治るかなぐらいそこまでなんか傷を負わなさそうなイメージがありますね。やっぱりあの K と BMW と K と僕ちょっとおかましたことがありまして、うん、しかも自分の誕生日の日にね、はい、京都の方で、で向こうはわっかーへこんでましたけど、こっちちょっとだけ日々入ってま、あの塗装に日々入っただけで、やっぱり全然それ3シリーズやったんですけど、ね、BMW 一番ね、まあ、今1シリーズありますけど、あの2番目のね下のクラスやったんですけど、全然やっぱり違いましたね。はい、はい、なんか AKB ファンさんからそれあるあるホイール吸ったしっていうことですねで僕はそのベンツ信号待ちでダイナモ、ね、ダイナモを故障した笑いっていうことですね。あのねベンツはやっぱりねちょっと電気系統、外車は電気系統が弱いっていうのもありますし、やっぱりそのダイナモとかそういう部品がねどうしても普通は国産では壊れないようなところが壊れたりだとかしますね。ホイール吸ったら僕へこみますねあのよくガリクズあるでしょ、かけてる人いるんですけど、バランス悪いんでね、はい、はい、じゃあメール来てるということなので、では D お願いします。はい、ラジオネーム AKB ファンさんから来たんですね、はい、ありがとうございます。キャプテン皆さんこんにちは。こんにちは。車の話してるみたいなんで、はい、リクエストムーブのアランダワールドあれば D よろしくって来ております。ームーブ久しぶり。あのムーブってね、うん、要はあの車の、うんうん、あのまあ要はあなあれなんやろ、あれアニメかなんかとか、あとイベントとかでよく使われてるんですよ、うんうんうん、ムーブさんね、うんうんうん、あとあの北島康介の奥さんやったあの何だっけ、ガルネクのチサとか、はい、ガールネクストドアとかはよくあの大阪のイベントとかであの歌ってはりました。僕よく行ってましたモーターショーとか、はい、あの歌ってたりとかしてましたしね、はい、ちなみに女性が運転しやすいというか、うん、あの初心者の方でもなんか運転しやすいよう な, なんか外車とかってあったりするんですか？そんな外車、まあ、もうそれだったらもう BMW だったら1クラスで、ベンツやったら
A クラス、はい、は比較的乗りやすいですね。こっちでいうフィットとかビッツとかになります。あれの、まあ、要は結構頑丈バージョンであって、エンジンも2000のターボ、あんな小さいからなのに 2000cc のターボだったりとかするんで、すごい速いですよ。僕も1台ワーゲンの GTI っていう、はいはい、同じような小さいビッツみたいなやつ乗ってますが、それも2000のターボですけど、よう走りますよ。はい、なんか安心感ありますね、はい、それ聞いたら。なんかヒットとかと一緒とかって聞いたらね。あ、そうですそうです。だからどうせやったらまあ安全性のことを考えるには、死にたくなければ外車に乗れと、あ、そうでしたら外車に乗れ、うん、やっぱり国産もだいぶ強なったとは言いますけど、やっぱり外車の鉄板の分厚さから比べたら、もうやっぱり側面衝突をね受けた時、なんぼエアバッグがあるって言ってもやっぱり外車は強いです。なるほど、はい、衝撃に強いのが外車 で、国産は故障しにくいということなんですね。そうですそうです、はい、なるほど、勉強になります。ということで、うん、ではムーブで、はい、はい、お願いします。久しぶり、ムーブ久しぶりやな。久しぶり。このラッパーの人と俺ようラッパーしたとか、スーパーソニックダンスとかあるの、そういう歌がな。あれ時間あるから道路事情、沖縄の道路事情話す話しましょう。で、整備士になりたかったんだったら、うん、ちょっとスポーツカーとか絶対似合うね、うん、86とか、うんうん、似合いそう、似合いそう。いやでもやっぱり子供の頃に一回思ったことって、はい、結構、うん、大人になって30とか40になったら引きずるで、やっぱり子供の時にあれ乗りたかったからとかいうので買う人が多いから。でもいつかね、夢叶えるかもね、もしこうやって乗りたいとかっていう掲げてたら、なんかのタイミングでもしかしたらふと思うかもしれないです、うん、ちょっと例えばお金にゆとりがあったりして、なんか車買おうとかって思った時に、あ、そういえばみたいな。台湾の車事情っていうのはどうなんですか。台湾のあっちはバイクが多い。そうだから私も台湾にちょいちょい行ってた時に、はい、もう全部あっちは学生とかからもバイクに乗って、バイクがすごいんですよ。だから排気ガスとかもすごくて、うん、でみんなマスクして、布のマスクして、そうそう、布のマスクして、よりかは排気ガスを抑えるマスクだと思うんですけど、もうその子の後ろに乗ったりして、女子だったんだけど、もうめっちゃブンブン、もうこのなんていうか路地みたいなところをこうやって走ってるから怖い怖い、ね、みんなバイクに慣れててすごい。そうだね、あそこはレンタカー借りて運転するのは大変だよって、台北、うん、あそうかもしれない、ね、反対に田舎の方に行くとバイクとかそういう車がないと不便だよって。ああそっかそっか、僕南に行くときは台湾人の友達に案内してもらった方がいいよって言われました、ね。まあ、観光とかだったら、ね、MRT とかで普通にね、バンバンね、どこでも行ける感じだけどね、うん、頭文字 D、 このイニシャル D ってゲームあんの知ってる。ああ、あれ俺めちゃくちゃうまい、ほんまに引くぐらいうまいで。え、どういうドリフトとかギャーってできない、ほんまの自分の車運転する感じのゲーム。あ、もう体感でドリフト、ほんまのやつと同じ体感でドリフトしていくんやけど、うん、俺めちゃくちゃうまいで、もう引くぐらいうまい。車も選べんねん、日産車の何とか GTR とか選べんねん、うん、俺カードでめっちゃ、そうそうそう、あれやもん、めっちゃええ車やもん、うん、エンジンとかも一応なんかステージをクリアしたらエンジンのチューンとかが、うん、変えたりとかすんねんけど、自分のお金足してめっちゃ最強の車で、俺金大分かかる5000円ぐらい入れてめちゃくちゃなランサーレボリューションめちゃめちゃドリフトするの、こんな360のとこ頭だけキューって、すごいな、すごいね、うん、こっちのワイナンバーの人の方が結構みんなおしゃれな車好きの人が乗ってるよね。ああ確かにね、インプレッサーとかさ、インプレッサーよく見るね、うん、これ頭文字プリウス率高くないですか、沖縄、うん、プリウス、やっぱりその燃費がいいからだよ、うん、まあ、うん、経済的だよね、うん、内地の人らってやっぱりいろんな人がいるから、うん、やっぱ車にすっげえこの時代でも、うん、この
景気の時代でもお金かける人とかもやっぱりいてて、すごいもんね。こっちそんなにお金かけてそうな人走ってないもんな。沖縄はもう結構経営率が高い。経営率が高いもん。しかも一家にもう4台とか、もう1人1台ぐらいの世界なので、もう車社会じゃないですか。手伝わないからな。あ、そう県外の人、沖縄車社会だから ETC みんな持ってるみたいなイメージがあるみたいです。そうそうそう。でも逆に高速にあんまり乗らないんで、ETC 持ってる人の方が少ないと。ETC ついてるもん。うちは ETC ついてるんですけど、そうそう、でも結構混んでる。一般のところは多いよ。だから ETC の方がね、スイスイ行っていけたり、ねね、イメージがあるけどね。俺ついつい沖縄でも高速乗ってまうんや。ABS 行くときに、沖縄市の ABS 行くときでも俺、あれ西原から乗って、沖縄北まで、あ、逆にあんまりそんな変わんないんですか、時間。いや、結構違うで、下で行ったらやっぱ、うん、混んでるときやで、うん、夜とかってあれやけど、混んでるときやと30分ぐらいちゃうん。そうなんだ、うん、西原から乗って南通りるみたいな。そうだ、30分ぐらいで行くぜ、うんうん、やっぱ違うんだな、うん、高速好き、直線やし、うん、飛ばせるから好き、うんうん、信号機嫌い。なるほど。信号機嫌い。嫌い。なるほど。女子か。信号機嫌い。嫌い。嫌い。はい、41分を回ったところです、はいはいはい、本日のテーマは車ということでですね、うん、はい、ちょっと僕調子乗ってガンガン言いましたけどすいませんね、はい、いやもうさすがだなと思ってもう車にね関して言ったらもうかなりお詳しいのでね、もう止まらないですね、止まらないんですよ。だから今までマカチョークで車のね話を詳しくしなかったのこれなんですよ、うん、ああ僕がどんどん喋っちゃうか暴走してしまいますからね、はい、でもねいいんじゃないですかね、たまには、ね、皆さんも勉強になると思うので、勉強言うてもね、うん、そんなみんなここ沖縄は軽社会でしょ僕みたいなその改造するね、いやいや、車の興味持たれてる方っていうのも少ないかもわかんないんですけどね、うん、でもでもやっぱりみんなね、うん、沖縄の人車社会だけに車がやっぱり好きな人が多いので、うん、乗ってみたいなって思ってる人はね、そうそうそう、思ってるんでしょうね、参考になると思いますよ、うん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 、そうそう、でね、車に乗るなら国産派か外車派か、うん、ということなんですけどね、吉井さんは何かあります、うん、私はでもそうですね、うん、やっぱりまあ、どっちもね、はい、どっちもどっちでいいなと思うんですけど、うん、結構やっぱりスポーツカーとかの、ねはい、乗ると、うん、この AKB さん、はい、ね、イニシャル D いいねっていうことなんですけど、イニシャル D とかやっぱり私も見てて、うそういうの見ると、うん、やっぱりね、国産とかをこうなんかいろいろね、こうなんかパワーアップっていうかね、いろいろこうするのも楽しいよねって思うし、でも私とか全然車詳しくないので、うん、もうイニシャル D って言われた時点で分かんない、うんうん、漢字で頭文字って書いて、はい、イニシャル D ってやる、うんうん、あるんですよ、その漫画があるんですよ、はい、でも衝撃的な漫画なんですよ。あのね、いきなりね、その主人公の彼女がね、遠行してるんですよ。いやほんまに、それもベンツに乗ったおじさんとパパって言われる人と遠行してるんですよ。 そっから始まるんですよ。じゃあそのなんかいわゆるその世代というか、はい、一時期ニュースになった時あったんですよ、その遠行とか、はい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 、その時の時代ですね、時代の、でお父さん豆腐屋なんです、ね、豆腐屋のにその主人公よりも昔すごいドリフトのキングやって、そうそう、なんか親父の方が早いんですよ。レジェンド、レジェンド、レジェンドなんですよ。そう、じゃあ伝説がお父さんで、そうです、そうです、あ、じゃあお父さんに負けじとじゃないけど、そうです、そうです、息子みたいな、そうです、はい、お父さん目ないですからね、目ないこうなんかほんまに線でこうずっとこう寝てるのかこう起きてるのかわからない絵なんですよ。そうそう、どんなで一度見てみてください。ヤンマガでしたっけ、ヤンマガかなんか、ね、今ね恐ろしく進まないですよね。そうです、あの漫画がそう、あのドリフとしてこのカーブで10コマぐらい使ってる
ギーとパラパラで見たもんね。そう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 、パラパラ漫画かなっていうぐらい、もうギギギギギギとか言って、で顔のアップがバーンきて自主へ続くみたいな。いや、なんか作家さんがページ稼いでるみたいな。そうそう、あのまアニメでもやってたんで、今よくケーブルテレビとかね、OCNとかでもやってるんですけど、スタートダッシュに10分ぐらいかかりますからね。スタートの時にディン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 みたいな感じでこう、すごいね。じゃあ描写が細かいんですか。じゃあ細かいんです。で汗かきながらとかいうシーンが10秒ぐらいあったりとか、ちょっとある意味見てみたいですけどね。だから久しぶりヤンマかかったのに全然進めなくて、そうです、案外またこのレースやってるんだなみたいな。一つのレースにすっごいかかります。10話ぐらい貼りました。本当ですか、面白いですね。コーナー一つで、コーナー一つで1話になりますからね。その、溝落としっていう技があるんですけどね、縁石のところにタイヤを落として、こう、くるっと回る、あれで1話、終わりました。溝落としの入るところから溝落としやって、で出ていけ抜けていくところまでで一話。本当に、はい、もうなんか結果が気になって気になってしょうがないんですよね。どうなるんだって本当にそんな、はい、あ、そうなんだ、そういうなんていうんですか、漫画というかアニメみたいのがあるっていうことなんです。見るとやっぱりね、国産者をねこういろいろするのも楽しいなって思うんですけど、まあでも年齢的にもちょっと落ち着いてきて、はい、あの大人のね、あの会社をこう大人な感じで乗りこなしたいなっていう気持ちもあって、そうなんですよ。やはり年齢とともにあった車っていうのがやはり変わってきたりするんですよね。いますわ。あの、かの一郎さんがね、やっぱりあのベンツとか乗らないんで、はい、あのなんで乗らないんですか言われた時に、やっぱり年齢、僕が50とか60になって似合うようになったら乗りますと。彼はね、インフィニティっていう日産の車から、はいはいはい、そこから、途中星野和義さんですかね、レーサーの方がチューンしたなんか、何やったかな、スカイラインかな、じゃあなんか乗ってって、で今は向こうではポルシェも乗ってるし、青色のポルシェ乗ってたりとかね。そうなんだ。同じ日産車が好きみたいですからね、やっぱ基本はね、はい、やっぱりあるんじゃないですかね、その年相っていうの、なんかあゆみちゃんなんかあのあれやんね、フィアットっていうの、ファイアット、ファイアットのあのなんか K 今出てるやつ、500C って S500 とかね、そういうの似合いそうですね。どういう車なんですかそれは。イタリアの車、イタリアの車、なんかイタリアっぽい。イタリア大好きでしょ、なんかそんな感じするから、やっぱりあのなんか似合いそうですね。イタリア大好きで、イタリアな感じですね。あのミニカーとかもね出てて、そのバレンタインの時期とかはフィアットのねチョコレートも出てて、であのミニカーがそうついてきて、はい、っていうのがあってすごくね、あの似合いますね。カラフルでね、赤とか、シャメ送る、そう、うん、いろんななんかカラーがあって、ね、あ、じゃあ女子が好きな感じなんですかね。ミニクーパーとかなんかそういうイメージ、ね、ローバーミニクーパー可愛いと思います。そういうイメージ、安いですよ、あのすぐ、ね、だからミニクーパーとかをこうやって走ってて、車にね、女性とかこうやって運転手乗ってると、あ、もうかっこいいなと思いますね。乗ったらいいじゃないですか、乗れるでしょ。なんかそのベージュのなんかミニクーパー乗ってる方とか、ああ可愛らしいですね。そうそうそう、可愛らしい、なんかね。D なんか86とかね、ああいうのセブンとか似合いそうよね。そんな感じ、スポーツカーのイメージ。ね、こっちもねちょっと沿って、そうそう、本当ドリフトしてるから、ドリフトしてるから、カメをね。で、エクスさんはあれですね、歌手。イニシャル D もいいけど、はい、自分はドリキン土屋圭一だな、先ほどねちょっと言った土屋さん、なんかあの免許センター行ったら土屋さんがなんかここの出身ちゃうわ、ここにちょっと住んでたんかな、土屋圭一さんのサイン入りのなんかありましたよ、免許センターに沖縄の。そうなんですか。はいはい、なんか結構土屋圭一さんがあの要はイニシャル D の、あの漫画のドリフトのやり方とか、これがおかしくないとかいうのをあの監修されてるんですよ、土屋圭一さんが。そうなんですか。はい、経営オフィス言うてね、自分で車庫長とか言うて、あの足回りの、商品とかも出してますよ、はい、自分で。なかなかいいんですよ、土屋さんね。はい、そう、福岡に一回イベントで来られていて、そう、もうファンの方がもういっぱい列をなして、そうすごいです ね、 ね、皆さんなんかね、車好きにはもう、ね、そうって感じでね、はあ、あ、じゃあドリキンの土屋圭一さんが自分ドリキンって分かりますか、あの、分かんない、あのドリフトキングっていうドリフトをするキングですよ、じゃあそのままもうドリフトの、そうですよ、ドリキンとなんかあのあれでしょ、あのアンパンマンのあのバイキンマンみたいに思ってませんかあのドリキンとか言ってなんかね、そういうキャラクターかな、そう、ちょっと危険な生物とかそうあ、じゃあドリフトキングの、お話で、そうです、なんか沖縄県警のパトカーでドリフトしたみたいな土屋圭一さんが、あるみたいです、動画で。そう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 、そうなんだ、そうなんですね、いろいろなんかあったみたいです、
土屋さんも結構沖縄にもゆかりがあるかもしれないですね。別荘があるんじゃなかったですかね、確かに。なるほどなるほど、いいな、いいですね。もう車の話尽きないですけれども、まだまだありますけどねこれでも 20% ぐらいに抑えてますけどね、はい、じゃあ残りのね、はい、あの 80% は、はい、あのね、はい、ある番組が始まるということで。そうなんですよ、やっぱりエースさすが、ね、振り方が最高、うん、最近ツッコミの振り方が最高ありがとうございます、うん、では、はい、告知をお願いします、はい、毎週明日から始まりますが、はい、夜10時からですね、はい、FM ギノワン、FM コザ同時放送で、ナイトガレージという、番組を、車と音楽の番組を始めます。キャプテンが始めますので、どうぞ皆さん聞いてください、ね、もうこれはまた大人な感じ でキャプテンに任っちゃおけとはまた一味違った雰囲気で、そうです、メンバーはあの、僕が店長、大峰店長ということ で、はい、でキャプテンから店長で、MC のスタッフ、はい、まあ、副店長なんですけど、ね、はい、が吉江さんで、はい、で、なぜかあの整備士のイニシャル D というD でイニシャル D という形で、そうそう、夜波で D が参加して3人、なるほど、ね、あのね、あの、あゆみちゃんが、シンデレラタイムということで夜の10時はあのできんということでございますんで、あの、はい、ぜひね、ゲストで来ていただいて、そうですね、機会があったら行きたいです、はい、ぜひ来ていただいて、はい、よろしくお願いいたします、はい、いよいよもう明日から始まるということですね、うん、はい、そうです、6月28日火曜日、うん、はい、明日ですね、午後10時から11時までということで、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。台本は全然決まっておりません、うん、今日家に帰ってから決めようと思っております、うん、はい、あ、エコザイルさんから FM ギノワンでやるの自分も見に来ようということです。ありがとうございます。嬉しいな、涙が出るな、うん、はい、FM ギノワンで、こちらのスタジオでですね、うん、お送りして、また同時放送で同じ時間帯に FM コザの方でも、うん、はい、流れますので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、オートバックスの、ね、整備士さんとかも来ていただいて、うん、あの、本当に、ナビとかの取り付けとか、うん、おすすめのナビね、僕なんかサイバーナビ、最新のサイバーナビやってますけど、いいですよ、やはり最新で、あの、iPod じゃないわ、携帯 iPhone からね、うん、落としても、あの、音楽とかがね、普通はあの、順番にね、落としてるね、音楽落としてるでしょ、うん、iPhone で、うん、順番にしかかからないじゃないですか、うん、はい、それがね、全部ね、あの、勝手に、うん、あの、ランダムにね、ランダムにね、あの、まあ、歌手とか、うん、あの、まあ、アルバムで勝手に分かれるんですよ、バーッと、へー、自然とその読み込んで、まあ、素晴らしいですよ、サイバーナビ、すごいですね、もうじゃあどんどんナビももう進化していって、そうなんですよ、今怖いですよ、ナビも、すごい、僕の許容範囲をはるかに超えております。でもね、最新のものをどんどん取り入れて ね、でもすっかり気遅れしますけど、ね、機械が進んでいくんでね、はい、すごい、はい、ね、小畑さんからは、うん、キャプテンの人生マカチョウ犬も毎回台本なしのフリートークやん、まさにとツッコミが、いや、結構ね、最初のうち台本なかったんですけど、うん、はい、最近はね、あの、台本きっちり作って、うん、あの、あゆみちゃんも、あの、進行をね、うん、いろいろ、うん、考えていただいて、一応きっちりしております、ね、3月から始まった、あれ、4月から始まったんですがね、うん、もうすっかりね、チームワークでね、そうですね、チームプレーでやっておりますので、はい、なんか今こんなやってたって、なんかあの山も、あの、なんや、岡本太郎みたいな爆発だみたいな、こんなやつだ、ゲート爆発だって、びっくりすんな最近、失礼ですね、あゆみちゃん、はい、エコザイルさんから、ちなみにサンキューガソリン自動車整備士です、持ってます、すごいな、お、すごい、自動車整備士の3級をね、お持ちということで、もう素晴らしいですね、うん、ぜひね、明日から聞いてみてください、ね、うん、ぜひ聞いてください、はい、ね、どうしました、いやいやいや、どうしますか、リクエストしますか、このね、また音楽番組でってことですか、あの、ナイトガレージで、ナイトガレージの何かテーマというか、皆さんにメッセージをお寄せいただきたいものとかってあります、特に、あ、ナイトガレージで、はい、あ、そうですね、やっぱり自分の車、ね、うん、好きな方なんか、自分の改造の仕方とか、ね、あと、まあ、こういう商品つけたんだけど、うん、すごく便利だよとか、うん、いろいろあるんですよ、車用品って、あの、ジュースホルダーとかもそうです、いろんな種類がありましてね、うん、携帯ホルダーやったらこっちの方がいいよとか、うん、いろんな、うん、情報をいただければ、うん、はい、それをまた、僕も紹介して、そうですね、で、自分でも買ってみて、うん、で、意見交換したいなと、うん、確かにね、で、そしてどんどんね、相談とかもね、お寄せいただけたら、オートバックスの方もね、いらっしゃるということなので、ローンの相談も受け付けますよ、うん、問一でええか問一
ロイン出たまた出たまたお金の話が出ましたけれどもね。でもあの毎回ねそのテーマがあるんですよ、うん、例えば1回目は国産の車に追加とか、うん、2回目は外国のとかね、うん、なのでまあそれに沿ってでももちろんいただきたいし、うん、まあ、それプラスアルファ、うん、であのそれだけじゃなくて車でドライブするときにこういう音楽聴きたいとか、うん、こういう音楽聴くとテンション上がるとか、うん、なんかそういうのもね合わせて教えていただけると嬉しい。副店長の方がしっかりしてますね。ね、副店長に支えられてっていうところだと思うんですけれどもね、はいはい、まあ、車と音楽が大好きな3人でお送りする、うん、ということなので、はい、ぜひお楽しみに、はい、マコ長兄もお願いしますよ、はい、マコ長兄も引き続き ね、うん、あのよろしくお願いいたします、はい、では、来週の月曜日にまたお目にかかりたいと思います。お相手はやらあゆみと、はい、キャプテンでございます。 D でした。元木芳恵でした。はい、では行きますか。ヘッドホン落ちたわ。これは何の動揺ですか。では最後にせーの、おきー、また来週。はい、またナイトガレージもよろしく、ね、よろしく。あかんですか。お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、止まってた。